ラム酒。ラム酒、またはラムとは、西インド諸島が原産地と考えられている、サトウキビの配当水、または搾り汁を原料として作られる、蒸留酒である。サトウキビに含まれる諸島を酵母で、アルコール発酵させて、エタノールに変えた後、蒸留、熟成することで作られる。日本では、子羊の肉、などとの混同を招かないよう、 ラム酒という言い方も一般的である。本校では以下ラムと表記する。一般的なラム、インダストリアルラムは砂糖を製造する際の副産物である。排糖蜜、モラセスのみをアルコール発酵原料として使用する。蒸留後の熟成に関しては多くの酒樽に入れて熟成されることが多いが、焼酎はタンク熟成であり、亀熟成なども一般的で、 必ずしもキダルを使うわけではない。ラムはアルコール飲料としてそのまま飲まれたり、カクテルのベース酒として用いられる以外にも、ケーキ、タルトなど焼き菓子の風味付けにも多用され、レーズンをラムに漬け込んだ、ラムレーズンの形で用いられることも多い。グランデー同様に、香り付けとして紅茶に少量を加えることもある。また、アンゴスチュラビターズのように、ラムに、 他の成分を浸出させたリキュールの製造原料としても用いられる。サトウキビの蒸留酒としては配当蜜を原料として、日本や韓国の連続式蒸留蒸中、焼酎香類、ホワイトリカーも作られる。焼酎には米などのデンプンを原料とする麹も使われているのが一般的な無との違いとなる。配当蜜ではなく固形の黒糖を使用している黒糖蒸汁もあるが、 例外的である。ラムの名前の由来についてはいくつかの説があり、そのいずれであるかは定かではない。ラムの原材料はサトウキビであるが、ラム発祥の地とされるカリブ海の島々にはサトウキビは自生していない。1492年、クリストファー・コロンブスによるヨーロッパ人のアメリカ海域への到着後にヨーロッパ人がこの海域にサトウキビを持ち込んだところ、 気候があっったたため、カリブ海のの島々は、サトウキビの一大生産地となったラムの発祥には以下のような説があり、定かとはなっていないが、カリブ海のどこかの島が原産ではあるようだ。カリブ海の海賊たちの物語の中に登場する、酒といえばラムである。いずれにせよ、遅くとも17世紀にはラムが存在していたものと考えられている。その後、 ジャマイカを中心に砂糖プランテーションが拡大するとともに砂糖生成の副産物であるモラセス、配当蜜から作られるラムの上流業も盛んになっていった。これには砂糖、銃、奴隷の三角貿易も強い影響を与えている。すなわち西インド諸島でモラセスを船に積み込みアメリカに運ぶ。アメリカでラムを製造し船でアフリカへ運ぶ。アフリカではラムが 国人の購入代金となり、国人は奴隷として西インド諸島へ運ばれさ陶器ビ栽培の労働力となる。この循環は奴隷貿易が廃止される1808年まで続いた。1740年、イギリス海軍は指揮を鼓舞したり、娯楽のために海兵にラムを支給した。当時の軍艦の動力である蒸気機関のボイラー室のような火を扱う場所で働くものが、 高い室温に負けないようにするためにラムを飲ませていたと言われる。この海兵のラムの支給は1970年まで続いた。このことからいくつかのエピソードや伝説、口実も生まれ、ラムは航海や海の男のイメージを強くしていった。海賊船においても、船長は長い航海への不安や戦闘や捕虜になる恐れなどから乗組員のストレスを和らげ、 いざという時に部下を鼓舞するための競争罪としてラムシュの予備を取っておいた。海賊は酒を好むものが多く、陸にいる時は酒びたりというものも少なくはなかった。ある大酒飲みの海賊はワインの大樽を道に置いて通行人に飲むことを強要し、断ればピストルで脅した。二十世紀第二次世界大戦までのアメリカではジンが人気であったが、大戦によって イギリスからジンを輸入することが困難になったことで、ラムの人気が高まった。第二次世界大戦後もラムの需要は減ることがなく、カクテルのベース、元酒としての役割が高まっていき、アメリカから世界へとラムの人気は広がっていった。1970年代には、ウォッカと共に国際的な酒としての地位を固めていった。イギリスの 紙によると、映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの大ブームのおかげで、イギリスではラムが飛ぶように売れ、バーでもモヒート、ピニャ・コラーダ、マイタイ、キューバ・リブレッといった、ラムベースのカクテルが好んで飲まれ、三作目となる、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドが公開された2007年の、ダークラム消費量は、前年比31%増という数字を叩き出し、イギリスのテスコでは、 ゴールデンラムの売り上げが前年比65%増になったという。ラムは日本の酒税法には名称の記載がなく上流種類のうちスピリッツに分類される第3条。イネカの砂糖キビを出発原料とする上流種としては他にブラジルのピンが日本の連続式上流常中、焼酎高類や黒糖常中なども存在する。 ラムには色による分類と香りの強さによる分類と原料別製法による分類がある。いずれの方法においても複数回の蒸留を行ってエタノールの濃度を製造段階で一旦80%程度に濃縮することが多い。ただし最高でもエタノールは95%未満にまでしか濃縮しない。もしここで95%以上にまでエタノールを濃縮してしまうと 中性スピリッツになってしまう。上流による濃縮後、熟成させる前に加水することもある。熟成後は通常割り水され、だいたいアルコール度数が40%から50%くらいの酒になるように調整して出荷される。しかし、中にはアルコール度数75.5%で出荷される銘柄も存在する。なお、酒のエタノールの濃度を指して、 151プルーフ、リコールアルコール度数75.5%を US プルーフで表したものという表記がなされることがあり、出荷時に151プルーフという意味で名称に151が付けられる製品もある。例えば、ロンリコ151などがそれである。ブラジルのピンガは砂糖きびの絞り汁をそのまま用いており、これは近年日本でも作られている。 アグリコール製法と共通する。また、酵母の性質の違いやオークソンを使用しないことで、風味がいいな。甘味黒糖焼酎は、砂糖きびの絞り汁を煮詰めて、固形の黒砂糖にしてからさらに茹で溶かし、米麹を発酵させたもろみに加える。上流は一度限りのため、原酒のアルコール度数は40度強。なお、酒税法と関連の通達により、 大島税務署が管轄する奄美群島でしか、黒糖上駐は作れず、他の地域で作ると、スピリッツとして課税される。発酵させてできた醸造酒を蒸留し、エタノールの濃度を高めてから熟成させる工程は、共通であるが、主に原料によって、インダストリアル製法とアグリコール製法に分類される。インダストリアル製法は、 砂糖キビから砂糖を生成する際の副産物である、モラセス、配当蜜を原料として作られるもの。この製法で作られたラムを、インダストリアルラム、工業ラムと呼ぶともある。この製法で作られたラムが、全世界的には、ラムの総生産量の、約97%ないし約98%を、占める。モラセスを貯蔵しておくことで、 好きな時に醸造を開始することが可能なため、サトウキビの収穫時期によらず通年で、ラムの原料となる醸造酒の製造開始が可能であり、出来上がった醸造酒を次の上流工程へと送ることで、年中ラムを製造できる。また、モラセスを輸入して、ラムの原料となる醸造酒の製造をすることもできるため、サトウキビの生産地以外でも、醸造工程からラムの製造ができる。 インダストリアル製法の中には、例外的に固形の黒砂糖を水に溶解させて、用いる例がある。アグリコール製法は、砂糖きびの絞り汁から砂糖を生成せずに、絞り汁を直接、原料として醸造酒を作る点が異なっている。この製法で作られたラムを、アグリコールラム、農業ラムと呼ぶ子もある。登場は、インダストリアル製法より、新しく、 また全世界的にもラムの総生産量の約3%ほどしかない。また、砂糖キビは刈り取った瞬間から、加水分解やバクテリア発酵が始まるため、栽培地の近くでないとこの製法は行えず、収穫時期以外はラムの原料となる醸造酒の製造を開始できない。ライトラムとミディアムラムとヘビーラムでは、風味と製法が異なる。ライトラムは、 モラセスと水を混ぜ、純水酵母を発酵させて醸造酒を作り、連続式蒸留機で蒸留。蒸留後、内面を焦がしていない、ホワイトオークソンやタンクで短期間熟成される。ソン熟成のままだとゴールドラムに、熟成後に活性炭でろ過すると、ホワイトラムになる。弱い風味と味、比較的中性スピリッツに近いことが特徴である。このため、ラムの中では、このタイプのものが、 カクテルのベースとして多用される。スペインの統治下にあった、キューバ、プエルトリコなどに多く見られる。ヘビーラムは、モラセスを自然発酵させ単式蒸留機で蒸留する。蒸留する前に、バガス、砂糖キビ削除後の残砂や、前回蒸留した時の残液を加えることもある。蒸留後、内面を焦がした、オークソン、バーボンソンを用いることもあるで熟成させる。長期間、 三年以上熟成されると、ダークラムになる。エタノール以外の複製成分を多く含み、風味が強く、褐色をしているのが特徴。場合によっては、濃い褐色の場合もある。なお、この分類を、ダークラムと呼ぶこともある。琥珀色を出すために着色料を、カラメルを添加して作られる製品もある。色が濃い方が質が良いと誤解されている地域もあるため、 角の着色をされる場合がある。イギリス連邦加盟国のジャマイカ、ガイアナ、トリニダードトバゴなどに多く見られる。ミディアムラムはヘビーラムと同様にモラセスを自然発酵させ、醸造酒を作る。バガスやダンダーを加えることもある。上流は連続式上流器を使う銘柄もあれば、単式上流器を使う銘柄もある。また、ヘビーラムとライトラムをそれぞれ製造し、 ブレンドするといった製法もある。このように、その製法は様々である。ラムの風味と香りを持たせながら、ヘビーラムほど強い個性ではないのが特徴。ヘビーラムと同様に、カラメルなどを着色のために添加していることもある。フランス系植民地で発展し、フランスの海外圏のマルティニーク島やグアドループ島などによく見られる。スパイスとラムには、 インダストリアルラムにバニラなどの香辛料で香り付けを行ったものやフルーツやハーブを漬け込んだものがある。セントマーティン島のグアパベリーラムリキュールは輸入したラムの樽にグアパベリーを漬け込んで作られている。スパイストラムは一般的なラムと比較すると出荷時のアルコール度が低い製品もあり、アルコール度数30度台の製品も存在する。なお、スパイストラムはフレーバードラム。 フレーバードラム、フレーバーラムとも呼ばれる。また、他のタイプのラムにも何らかの香りをつけることもある。すべてに当てはまるわけではないものの、植民地時代に確立した製法を受け継いでいるメーカーが多いため、旧宗主国本土で一般的であった上流酒、イギリスのスコッチウイスキー、フランスのブランデーなどと特徴も類似する傾向がある。一部のメーカーでは現在でも原酒を 旧宗主国本土に運んで熟成させることも行われている。小笠原諸島では開拓初期1830年頃の欧米系、定住者が捕鯨セントラムの取引を行っていた。1876年に日本領土に確定してからは亜熱帯の気候を活かし、砂糖キビの栽培が行われた。この砂糖キビを使った製糖業が盛んになり、 生糖の過程で外を取り出した際に生ずる、副産物、つまりモラセス、配糖蜜を発酵させ、そうしてできた醸造酒を蒸留することで作った蒸留酒を、島民は、泡酒や蜜酒などと呼び、飲むようになった。すなわち、インダストリアルラム、工業ラムの製造が行われたのである。以後、太平洋戦争中に島民が、強制的に本州などへ疎開させられるまで、 長く愛飲されることになる。小笠原諸島は太平洋戦争中にアメリカに占領され、戦後もそのままアメリカが統治していたが、1968年に日本に返還された。返還後、疎開先から徐々に小笠原に戻ってきた旧島民にとって、疎開前に愛飲していた地酒のラムの味は忘れがたいものであったらしい。こうした独自の歴史背景から、 日本に返還後、ラムの製造も再開されるようになった。第二次世界大戦後のラム製造としては、徳之島にある高岡醸造が1979年から作っているドリカケスが国産ラムの第一号である。なお、徳之島を含むア見群島では国東上駐が作られており、戦後アメリカが占領支配していた時期、1953年の 本土復帰頃までには、黒糖だけで上流種、黒糖種が作られた例もあるが、多くンによる熟成が行われることはなかった。ラムと現在の甘み黒糖焼酎の違いは、ラムには使用されない米麹が、黒糖焼酎では、日本の税法上の規定のために、必ず使用される点と、黒糖焼酎はモラセスではなく、固形の黒砂糖を使用する点である。続く、 バブル期の空前のチビールブームの中、村おこしの一環として、小笠原ラムリキュール株式会社が設立され、小笠原の地酒としてのラムが復活し、1992年に製品化された。21世紀に入ると製造者が多様化した、沖縄県の南大東島で生産を行っている、グレースラムは、もともと酒造業とは無関係な沖縄電力のベンチャーという異色の、 存在である。同社の社内ベンチャーに応募した現社長、金城優子の案が事業化され、2004年に設立。南大東村の協力を得て、旧南大東空港のターミナル施設を工場として、借り受けて、生産を行っている。グレースラムは、サトウキビの栽培が盛んな南大東島の利点を、活かし、基本的に、サトウキビの産地でないと作れない。 アグリコールラム、農業ラムの生産を行っている。2007年には、高知県の菊水酒造よりラムが発売された。同社は、1849年頃から栽培の歴史があり、1950年には、日本一の生産量を誇った高知県の砂糖キビ栽培を復活させるべく、黒潮町にて栽培、アグリコールラムの製造を行っている。同社の横須ラムは、 サトウキビの北限とされる、静岡県大須賀町、現、掛川市で作られた、トウキビを原料に製造した、アグリコールム。イエラムサンタマリアは、沖縄県のイエ島で2011年7月から販売されている、アグリコールラムである。滋賀県のナインリーブズは2013年に開業した、本州初のラムブランドで、黒糖を原料に用いている。 世界的なラム品評会、ラムフェストパリスにて2014年度のイノベーション部門現象を日本のラムのランドとしては初めて獲得した。2008年、ラム専門のバー、ラムバーのオーナーら5人が集まって日本ラム協会を設立した。日本におけるラムの認知、普及、定着を目標として活動を行っており、ラムコンシェルジュの資格認定、教育、 ジャパンラムコネクションなどのイベント開催を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。